そうですね、はい、こちらオフィシャルです。少しだけ、寄っていただいて、ちょっとこっちですかね、お二人ずれていただいて、こっち側に、はい、はい、OK です。ではお願いします。何枚かいただきます。もう何枚かいただきます。もう少しください。はい、ありがとうございます。こちらのカメラお願いします。ここお願いします。ありがとうございます。こちらもお願いします。ありがとうございます。よろしいでしょうか。で続いてムービーです。後方ムービーに目線をお願いいたします。いや本当にもうすごく素敵 で個人的にもものすごくグッチ大好きで、いろいろなコレクションをこうずっと見ていた身からすると、本当にいろんなこう歴史がたどれてすごい面白い展示でした。はい、本当に、最初から最後までずっと、素敵で、グッチがたどってきた歴史であったりだとか、あとは こだわりだったり、大切にされてきたテーマっていうものをすごく深掘ることができて、すごく感動しました。ポイント、そうですね、すごくラグジュアリーなこう格好をさせてもらってるんですけど、こう僕は随所にこうシルバーだったりをこうあしらっていく、ただラグジュアリーなだけじゃなくて、音楽家なのでちょっとロックな要素も取り入れたいなと思って、こういうスタイルで。私は、サファリジャケットからインスピレーションを受けたジャケットということで、こう動きやすくもちょっとエレガントな、このジャケットがすごく気に入っています。そしてこのチョーカーとリボンが、すごく歩くたびにこう風になびいて、ふわっとするので、それもすごく今回気に入っています。全然僕だけではないと思うんですけど、僕抹茶すごく好きなので、京都にプライベートだったりで来させてもらうタイミングではいつも調べて、めっちゃ並ぶような、もうがっつり、もう美味しいって言われてる抹茶スイーツのお店に並んで食べに行くのが僕の楽しみ方です。私は高校生の時に家族で京都に来た時に、ベロアモーレさんのチョコレート屋さん のカレーを食べた時に、カレーにチョコレートが入っててこんなにコクがあって美味しいんだっていうのがすごく発見だったので、それが私なりの楽しみ方かなと思います。ちょっと食欲の夏ぐらいから僕始まってたんですけど、本当にちょっと美味しいものを食べる喜びをこう改めて感じている日々なので、はい、自分で作ってみたり美味しいお店に行ったりっていう秋にしたいですね。私も食欲ですかね、やっぱり秋になってやっぱちょっと寒くなってくるので、お鍋とかいろいろこう季節になってくるので、いろんな楽しみ方をしたいなと思います。明日の10月1日がね、ちょうど我々夜遊び5周年ということで、記念のドームの公演であったりとか、いろいろ5周年という節目のタイミングでチャレンジしていこうと思っていることがたくさんありますので、僕個人としてもそうだし、夜遊びとしてもいろいろ新しい扉を開いていけるように、残り3ヶ月駆け抜けたいなと思っています。はい、私も同じくその5周年を記念した、ドームのライブっていうのが10月と11月にあるので、まずはそこに向けて全力で進んでいきたいなと思っております。